はい、皆さんこんばんは。今回はですね、北斗が如く、これをね、遊んでいこうと思います。まだ2王2が特注なんですけども、まあそろそろね、ラスボスなので、まあ次にやるゲームはこれかなってことで始まりましたね。ちょっとこれは聞いておきましょう。この声、山寺さんかな。あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。今土曜の昼間なんですけど、まあ酒飲みながら、実況してます。人類は死滅していなかった。このナレーションはね、いいですよね。やっぱ北斗といえ、北斗の剣といえばこれですよね。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここら昔工場だったらしい。なんでこの髪型のやつしかいないんだろう。あ、こういう比較的普通のやつもいますね。死にかけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ。ただ問題はみんなマッチョすぎてね、すごいですよね。とても食料不足、水不足とは思えないですね、こいつらの体は。何か知ってる人間もいるだろう。やばすぎだろこいつら。なんでみんなモヒカンなんだろうな。ちょうどイライラしてたんだよ。でっか。おい、ああ出た。これは今回の主人公の、ケンシロウさんですね。一つ聞きたいことがある。ユリアという名の女を知っているか。声は桐生一馬ですね、これ。はあ、手のトゲトゲ。ならば用はない。ファッションがわけわかんないな。てめえ、ただで帰れると思ってるのか。背中広っ。俺に肩でか、腕太っ。死ぬ。すげえボディービルダーだな。ぶっ殺しまおうぜ。あれプシープシー。全く動かないと。おかしいだろこれ。ケンシロウ指3本で。お前はもう死んでいる。出ました。何言ってんだ。ピキーンで爆死するのがね、いいですね。うん、ああ僕はね、北斗の拳のアニメはそんなに見てないんですけど、漫画はね何回も読んでて、まあ、実際アニメでピキーンバホーンかどうかわからないんですが、ケンシロウアホだな。すまない。水がないのにこんなに旅して。アホでもないのか。まあないのかな、この世界には。とても水不足の体には見えないですからね。もうマッスル北村みたいになってますね。いい体作るために餓死してしまった、ボディビルダーですけど。ああいや、胸分厚いな。っていうか顔がちっちゃい。いいな、こんな体。はい、どうぞ。お、優しい女の子ですね。漫画だとリンとバットっていうね、少年と少女が、助けてくれるんですが、このゲームではちょっと違うみたいですね。僕結構このまあこの実況後撮りなので、結構このゲーム進めてから実況撮ってるんですけども、お兄さんの名前、まだリンは出てこないな。バットは出てきたんですけどね。ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ルカ、水をありがとう。生き返った。で、僕がねゲーム実況を始めた一番最初の作品もこれなんですけども、私たちが殺されていたかもしれないもの。まあ、あのルカが喋りながらも僕は喋りますが、おじいちゃんからの感謝の気持ちだよ。この町は僕が始め、喋るのやめようか。栄えた場所での地下にガソリンや軽油といった燃料の倉庫があったおかげで、
核戦争の難から逃れたのだがな、缶詰や水といった食料が不足しておっての、村にいた動ける男衆たちは皆食料を求めて町の外に出て行ったのだ。町に残っているのは、核戦争で生き残ってたなみんな。外に出ていけないわしのような年寄りや幼子ばかり。それを知ってか、燃料を狙いにやってくる野党が後を絶たんのじゃ。さっきも燃料を追ってきて、あ、そうそう、これこれ。そんな者どもの目を欺くため、日頃地下で息を潜め暮らしておる。そうですね、世紀末ですね、本当に。それで廃墟のように、目つきが鋭すぎるな。村に帰ってきた人間は数えるほどしかおらん。この人よく見ると右目が白くて、義眼とかかな、わかんないですけど、多分見えてないですよね、おそらく。この町の燃料が尽きた時、わしらの命も終わるというわけじゃ。この老人、名前教えてくんないけど、多分その秘密とか、どうしてこの町に来たの、後で明らかになるんじゃないかなと思うんですが、どうなんだろう。俺の婚約者で何よりも大切な存在だった。一度は死んだと思っていた。だが彼女が何者かに命を助けられて生きているという話を耳にした。この実況だと僕はチュートリアルっぽいのを飛ばして、1990X 年みたいなところから始めましたが、もしかすると別人の話なのかもしれない。本当はね、チュートリアルでこのユリアとあとシンっていうね、最初の敵との話があるんですよね。ただちょっとつながり的に今の編集の方がいいかなと思って、そのチュートリアルは、抜かしてます編集でね。ユリア。でそのシンという敵がケンシロウからユリアを奪い去ったと。ユリアという名前なのか。ケンシロウの胸には、胸には傷があるんですけども、それもね、そのユリアを奪ったシンからつけられたものですね。人の縁というものは全く不思議なものじゃ。少し前のことじゃ、旅の一団が休める場所を貸してほしいと申し出てきた。主人が、このユリアっていう女がね、めちゃくちゃモテるんですよね、漫画だと。従者たちがそれは慎重に扱っておったのを覚えておるよ。なんかもうその世界には女がユリアしかいないんじゃないかってぐらいモテますね、ユリアは。従者たちは、ケンシロウは当然ですけど、主人のことをユリア様と呼んでおった。まあラスボスもユリアのこと好きだし、まあみんな好きですね、ユリアのこと。間違いない。私も覚えてるよ。顔はちょっとしか見えなかったけど、すごく綺麗な人だった。北斗の剣っていうのは、まあ簡単に言うと男たちのユリアの取り合いのバトルの話ですからね。奇跡の街に向かうと。ゴリゴリマッチョのね。奇跡の街。早くユリア会いたいな。まだ会ってないんですよね。奇跡みたいな街があるんだって。この後ずっとまだゲーム自体は遊んでるので。町に来た人、いや、まだ会えてないと。何でも叶えてくれるらしいよ。そんな町があるのか。この町から遠く北の位置にあると言われておるが、本当にあるかどうかは分からん。苦しい現実から目を背けるために作り上げられた偽りの町かもしれん。じゃが彼らは主人の命を助けるため、一縷の望みをかけて奇跡の町へ向かったようじゃ。ケンシロウあんまり喋んないんですよね。奇跡の町に向かうの？ああ、結構だんまり決め込むことも多いですね。まあ、今はちゃんと話しますけど。あんた、北斗神拳の使い手じゃな。バレてる。肉体の経絡飛行に衝撃を与え、
内部の破壊を極意とする一撃必殺の暗殺拳、北斗神拳。殺しとかないといけないんじゃないかな。あんたが野党を倒したあの技、間違いなかろう。まさか生きている間にこの目で見ることができるとはな。有名になっちゃいけない拳法だと思うんですけどね、北斗神拳。一子相伝だし、現れるところに、まあ見たもの大体死にますから。なんで知ってんだろうこいつら。あんたの無事を願っているよ。割と今後も北斗神拳は有名ですね。まあ、知らないやつも結構いますけど。ケンシロウさん、ルカ、もしお前が奇跡の町に行ったら何を望むんだ。なんかキリュウさんの声だとすごい違和感があるんですよね。ビンゴ、一度でいいからお腹いっぱい食べてみたいな。そうか、いつかリンゴ食わせられる日来んのかな。見た目キリュウさんに変更しちゃいたいんだけど、そういうのできないのかな。ふくらはぎ太っ。すごいシャレ交尾がいっぱいあるな。熱そう。今その奇跡の町でしたっけに向かってるところですね。こんな一日中歩き通してすごいな。ケンシロウは漫画ではね、何回か死にそうになる時ありますけど、まあそれ一番最初が一番ピンチだったんじゃないかな。あの水なくて死にそうになってましたね、ケンシロウ。その後もまあ戦いで何度かピンチはありますが、あの時以上のピンチはあんまりないんじゃないかな。まあ、サンサーと戦った時ぐらいか。僕今自宅に北斗の拳あるかどうかわかんないんですけども、まあ、結構ね昔の記憶を頼りに実況するのもいいんですが、できたらねまたもう一回北斗の拳読み直してね、実況したいなぁとは思ってますけど、あるかな、わかんねえな。これが奇跡の街でございます。人がわらわらいるな。でもこいつら多分ほとんどみんな入れないんじゃないかな。まあ事情がありましてね。第一章奇跡の街と、一回目の動画はまだ奇跡の街には入れないかな。こうやってものすごい数の人が、まあ、奇跡の街にね押し寄せているんですけども、すごいな。核戦争があったとは思えないようなものすごいでかい設備。まあ全部が消滅したわけではないんでしょうね。この少年は別に後で出てくるわけじゃないな。ちょっと絶望感をね表してんのかな。いやー、こんなねバイオのゾンビみたいにわらわらいますけど、歩き方がもうゾンビウォークですね。まあみんな乾きとかをね、上とかそういう中で来てるからね。ケンシロウはキビキビ歩くね。すまない、聞きたいことがあるんだが。なんだい。目の掘り深いな。そこが奇跡の街なのか。ああ、あんたも噂を聞いてここを目指してきたのか。でこうやって喋ってる間はね、なるべく自分は話さないようにはしますが、ここまあ適当に話します。そのあたり曖昧なんでね。エデン、酒も飲んでるし。諦めな、エデンに行くことはできないからよ。どういうことだ。出た、どういうことだっていうのは。キリュウさんがねよく使う言葉ですね。龍が如くね、中に入れてくれないんだ。門の前に集まっている連中は
奇跡の街を求めて集まってきた人間さ。夏の竜が如くシリーズもやりたいですけど、諦めきれずに扉の前で騒いでる。まあ、まずはこれを終わしてからですね。どうやったら中に入れるんだ。それが分かれば俺がやってるよ。衛兵には何を言っても無駄だったからな。金も物も泣き言も聞かねえ。門以外から入れるところはないかと探ってみたが、壁はあの高さだし、周囲の警備も厳しくて忍び込むことも無理だ。奇跡の町は物資が豊富にあると聞いて、俺は死ぬ気でここまでやってきた。やっと着いたと思ったら、奇跡の町どころか入れない町だったってわけさ。何が奇跡の町だよ、クソ。俺はもうここに見切りをつけた。あんたも諦めた方がいいぜ。俺はこの町でやらなければならないことだ。首太いな。自分の目と耳で確かめるといい。そうすれば諦めもつくさ。ケンシロウならね、扉とか破壊して普通に強行突破できるんでしょうけど、まあそれは今回しないであげようかな。あの連中がどうかしたのか。あーダメだ、読めない。いくら叫んでも無視やがる。お高く止まってやがるぜ。俺は最終戦争と言われる先の戦争で軍人だったんだ。俺の実績なら衛兵隊に入れると思ってきたんだが、衛兵を殺して空席を作れば補充で入れるのかもな。ケンシロウさんも桐生さんと同じリアクションですね、今のは。もう呆れてますね。冗談だよ、と。このパターンの顔よく出てくるから覚えておくといいですね。次はこの女、どうかしたのか。ああ、数日前に男がエデンに入っていくのを見たことがあるのさ。何え今のリアクションも桐生さんっぽいな。私は遠くにいたからよく見えなかったけど、その男は衛兵に何かのカードを見せてたよ。カードどんな男だった？どちらかというと気の弱そうな男だったよ。そのカードさえあれば誰でも入れるのかもね。で、まあそのカードを探すことになると。で、この世界はね、この女も含めてやたらガタイがいい女が多いですね。小さい女っていないんですよね。諦めたよ。見せてたカードが何かもわからないし、この3日色仕掛けまでして頑張ってみたけど。ケンシロウさん無言が多いんだよな。他の町を目指すことにするよ、と。いやー、スタイルはいい女なんだが、ただそういう女はいっぱいいると、この世界にね。目の前にこんなゴリゴリのマッチョが立ってたら通してくんないかな。ここがエデンの入り口か。こいつに迫られたら殺されるってなんとなくわかるだろ。入れないと聞いたが。ああ、町に入るには、うん、エデンの指導者が発行した許可証が必要だ。この人いい声なんですよね。それを持っていない人間は通すことはできない。許可証。そんなものは持っていない。ならば、お前がエデンに入れる可能性は限りなく低いということだ。俺は人を探しているだけだ。食料が欲しいわけでもない。それでもダメか。こんなゴリゴリマッチの人殺しそうなやつね。許可証がなければ信じらんないだろ。入れることはできないんだ。おっと、変なことは考えるなよ。エデンの周辺は厳重な警備が敷かれている。これまで多くの侵入者が捕らえられ、エデンに収監されてきた。犯罪者になりたくなきゃ騒ぎを起こすんじゃないぞ。囚人としてエデンに入っても嬉しくないだろう。はい、今入り方を教えてもらいましたね。ただまあ、エデンの外側ので捕まえてエデンに中に引っ張ってくるってよくわかんないですけどね。外にそのままほっぽり出しちゃえばいいんじゃないかなって思うんですけど。まあそのあたりはいいや。缶詰からボウガンまでいろんな日用品を揃えてるぜ、と。商人ですね。この人、後でも出てきます。確かね。ここでも出てきますけど。この人ね、すごい商売が上手い気がするんですよね。
ここにたどり着くまですっからかになってくるやつが多くてよ。これから兄ちゃんも他の町を目指すのか。でそのすっからかんのやつらに物を売るっていうすごいね、才能ありますよねこの人。まあこの町の周りの壁でも見てきたらどうだい。諦めがつくと思うぜ。ということで、壁の方をね見てきましょう。何誰、あ、そうそう、この人、この人。野心に満ちた男。おい、あんた、いいものを手に入れたんだ。なんだ？ケンシロウもでかいけど、この男もでかいな。エデンの通行許可証。この食い気味な感じ、もう、気流さんっぽくてしょうがないですね。通行許可証さえあれば入れることができると。あの街、なんだか怪しくないか？あんなに厳重守っているが中はスカスカかもしれないぜ。中に入ったら最後奴隷のようにこき使われるかもしれねえ。あの衛兵の態度が気に入らねえし信用できねえってことよ。だから許可証持ってるけど入らんと。だからこの顔を見たらなんか嘘っぽいですけどね。嘘なんですけどね。ネタバレだけど。だからこの顔の人もよく出てきますね。これにモヒカンつけたり仮面つけたりそういうやつがね、いっぱいケンシロウに殺されてます。それに今、各地でキングだとか、剣王軍だとか、いろんな勢力が覇権争いしてるんだろうと。このキング、剣王軍も漫画だとね、いるかな。キングってどれだったかな。最初、トランプのね、絵柄の軍隊が出てくるんですよね。ハート、スペード、キング、あとクラブか。で、その軍団の奴らは、ケンシロウが全員ぶっ殺すんですけども。ボーガンと宝石を持ってこいっていう話になってましたね。じゃあ、集めましょうか。物々交換でこれからは集めていくことになります。この行商人からね、確かボーガンをもらうんじゃないかな。エデンの衛兵とドンパチやる。いや、ボーガンなんかいらねえよ、ケンシロウは。この肉体あるからね。ケンシロウはボーガンの矢を、人差し指と中指でね、挟んで防いだ後、それを相手に投げ返して、ぶち抜くことができますからね。ボガネていらない。まあ、己の肉体が武器ですからね。で、このね、わらわら集まってる人から、人を助けて、で、物をもらって、で、この行商さんと物々交換をすると。飛行をして、みんなを治療と。なんかテンション高めに書いてありますけども。まあ、最初ね、三人の男を爆死させた、壺をつく技なんですけども、あれっていうのはね、別に人を破壊するだけじゃなくて、まあ、人のね、肉体を治すこともできるんですよね。それが結構今作で出てくるかな。まあ漫画でもね、割と出てきますね。で、治療してあげると。こんなんでね、治るんですよね。だから怖いですけどね、こんなゴリゴリの胸に傷ある。男に、ね、ぐさってやられて。まあ、治るからいいんですけど。少しでもツボ間違えたら、爆死ですからね。そうそう。これからはこんな感じでもうカットして、直します。毎回同じモーションだしね。で、あんな感じでいろいろ人を助けて、また物をね、もらいましたので、で、ここで、物々交換をしまして、ボーガンをもらうのかな確か。あ、ボーガン、これこれ。ちょっとね、昔って言っても何日か前ですけど、何日か前にプレイした動画の実況を、まあ、後撮りしてるんで、ちょっと忘れてることも多いんですよね。まあ、ボーガン欲しがってるような男は、ろくな男じゃないですよね。あとは宝石。女を探すんですが、さっきのね、綺麗な女じゃなくて、この青い髪のババア。ちょっとこいつに話しかけてみましょうか。宝石を探しているんだ。もし持っていたら何かと交換したい。宝石、そうね、持っているわ。
本当か。今亡き主人との思い出の品を一つだけ、とっても綺麗な宝石よ。すまなかった。今の話は忘れてくれ。このあたりもね、なんか気流さんっぽいところ出てきますよね。もう律儀というかね。邪魔したな。お待ちなさい。私の頼みを聞いてくれたら宝石は譲るわ。優しい。この子の大好きな食べ物を持ってきてちょうだい。こいつ死んでないね。何が好きなんだ？柔らかいお肉よ。この子も年で硬い肉はそんなに食べれないのよ。世界がこんなになる前はワンちゃん用の缶詰なんかたくさんあったのにね。もうこの子もそんなに長く生きられないだろうから、どうにか美味しいものを食べさせてあげたかったんだけどね。まあね。でもまあ死ぬ直前のやつに食わすんなら自分で食った方がいいんじゃねえのかな、ばあさん。犬用缶詰でもな。別に食えないわけじゃないだろうからね。犬用缶詰でも。宝石持ってるやつは見つけたかい？ああ、見つけた。犬が喜ぶ柔らかい肉と交換だそうだ。柔らかい肉だと？そういえば向こうに犬連れたばあさんがいたな。まあ、そいつそいつ。売り物屋あるか？とびきりの高級犬用缶詰があるぜ。しかし犬にやるのはもったいないな。やっぱね、人も食う。ケンシロウこの顔。怖い怖い。この商人、親切な人だからそんな顔しない方がいいと思うんだけどね。で、あの缶詰はね、その辺のものよりうまいと。やっぱり犬用缶詰でもまあ、人も食えるんですよね。こんな時代だからってこともあると思いますが。で、また物々交換が始まりますと。ただ今持ってるもので、もういけるんじゃないかな、確か。犬用缶詰。ああ、いけたいけた。この辺りのやりとりめんどくさかったですね。いろいろね、人助けをね、するんですけど、さっきみたいに飛行ついて。同じやつが同じ病気にかかってるから何回も同じ治療すると。めんどくさかったですね。集めるのが。犬用缶詰渡しましたと。手に入れるのは苦労したんじゃないの？なんか喋れよ、ケンシロウ。俺に宝石あげるわ。いいのか。思い出の品なんだろ。まあ、もういいって前提で集めたんだからいいだろ。もらっとけ。主人との思い出は心の中にあるわ。このあたりケンシロウが言いそうなセリフだな。ケンシロウはね、戦ってきた相手の技を盗むって言っちゃあれですけどね。まあ使うことができるんですよね。まあそれは今後ですけど。まあこのゲームにそういうシステムがあるかどうかはわかんないですが。で、ボウガンと宝石を集めたので、あいつのところに行くんですが、周りにね、ヒャッハーな人たちがね、いっぱいいますね。ケンシロウも、ね、おそらく核戦争前から体鍛えてたはずなんだけど、それ以上の体のやつが多すぎるんだよね、この世界。目の前のこいつも、体重自体はね、ケンシロウよりありそうですからね。この宝石でどっかの軍勢に入れるなと。無言、ケンシロウ。お前も一緒に行かねえか？俺の子分ってことでいい思いさせてやるからな。ぶっ殺すぞ、こいつ。目の前のこの男を見て子分にしようっていうのがね、無理だろ。絶対強いだろ、こんな男。エデン許可証、イエイ。じゃあ、いい夢見ろよ。まあ、こいつ後で殺しますけど。お行商らしき男。にふらしたりしないから、その許可証をよく見せてくれよと。ケンシロウ無言。こりゃあ、偽物だぞ。なんだと。気流さんっぽいな。よくできているが、紋章がこの街のものとは微妙に違う。材質もこんなんじゃなかったぜ。適当なこと言うんじゃねえよ。ふざけんな、こいつ。あいにくだが、俺は本物を見たことがあってね。偽物を捕まされないようによく覚えておいたのさ。こいつは本当に有能ですね。商売っ気も、商売っ気？詳細もあるし。おとなしく行かせてくれれば命までは取らないって。まあ、死んで後悔するんでしょうね、こいつは。ボウガンでぶっ殺してやるぞと。かわいそうにこいつは、すぐ死にます。それを撃てばお前の命をもらうことになる。ケンシロウすげえな。
こういう言葉言いたいですよね。ケンシロウに対して答えちゃダメだろう。少なすぎるよ。じゃあぶっ殺しますね。で、まあ戦闘はちょっと退屈なんでね、一番最後の人だけこんな感じで、うん、飛行優先。はい、爆死。まあ戦闘はね飛ばします。これはね、あのゲーム実況者の牛沢さんリスペクトですね。まあ言ってわかる人がいるかどうかはわかりませんが、兄ちゃんえらい強いな。剣士ってやつかい？ああ、剣士ってなんだ。とんでもない技を使えるんだな。何しろ助かったよ。いや、俺が巻き込んでしまった。それよりも許可証が偽物だと見破ってくれたこと感謝する。あれだけ一生懸命になってボウガンやら宝石やらを集めて何をするのか興味があっただけさ。こいつはほんといいやつですね。ちょっとケンシロウも穏やかな表情でしたね。女房と子供たちが待ってるからなと、もう帰るということですね。いやー、こんな時代でもちゃんと家族がいて養ってるっていうのは本当すごいことですね、こいつは。検問所の方が一段と騒がしくなってるようだ、気をつけろよ。ってことで、まあ、今回の動画はね、だいぶ来たんで、これぐらいで。次回は検問所の方向かって、まあ、おそらく奇跡の街入ると思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。